皆さんこんにちは。小林玲子と申します。オービリン大学で声楽オペラの指導を行っております。今日は皆さんに3曲イタリア歌曲をご紹介したいと思います。年代順に並べましょう。バロック時代の初期、バロック時代の後期、そして古典派の曲を3曲選んでみました。最初に皆さんに、ご説明する曲はラッシャーテミモリーレ。これはクラウディオ・モンテベルディという作曲家によって作曲されたとってもとっても古い曲です。なんと1608年、日本は江戸時代が始まった頃、その頃、作曲されております。お話は、ギリシャ神話に出てきます。ですからギリシャ神話というとちょっとピンとこないお話になりますので、早くこう分かりやすく言いますと、ナクソス島にこう一人で置き去りにされた、寝ている間に置き去りにされちゃった、私は一体どうしたらいいんでしょう。早い話、そういうお話です。アリアンナというのが、主人公のお名前ですから、私はアリアンナでこの嘆きの歌を歌うと思ってください。たったの1ページです。音もとても少ないですけれども、一つ一つの音がとても重いですから、一つ一つの音をとても大事に歌わなければいけない曲です。で、イタリア語についてちょっとお話ししましょう。私は結構長い間、25年もイタリアにおりましたので、イタリア語の発音は少々うるさいです。ラッシャーテミモリーレ、このモーリーレ、死ぬという意味ですけれども、 R の、巻き方ですね、巻き舌の、仕方、日本人にとっては難しいかもしれません。母音と母音の間の R はあまり巻かない。ですからモーリーレ、母音と母音に挟まれますから、これをモーリーレとは言いません。モーリーレって優しく巻いてください。ですけれども、子音の横にある R、 例えばソルテ、ルテ、 T の前にある R は、ちょっと強めに巻いてください。ソルテ、その辺を上手にやっていただくとイタリア語らしくなります。それから、もう一つのコーゼーという発音がありますね。インコーゼー、 SI ですけど、これを G って言わないこと、 Z ですからカタカナで書くとス、てんてん、ちっちゃい、コーゼー、それもね、こうじって言われるともうあ、イタリア語分かってないって思われちゃいますから、必ずこうじ。あとはグラン、マルティーレ、この辺は上手に巻いてください。それからファの音、これでミーって言わなければいけない。これは皆さん喉うーんと辛そうに歌います。この場合絵を意識してイーをちょっと広げるととても綺麗になりますよ。例えばここ半音ずつ上がるのでとっても難しい、ね、で言葉がラーシャーテミーってきますから、そこをちょっとエーを入れてみてください。例えばラーシャーテ、私今エーを入れましたけど目に聞こえるはずなんですね。そういうのがちょっとしたねトリックですね。一番最後の盛り上がりのところ、同じことがきますが、ここは3拍伸ばしてクレッシェンドってきますから、もともと E をたっぷり出さなきゃいけないですけど、さっきみたいに E がこうイーってなっちゃうと、もったいないですから、イエイエイで伸ばしてください。で最後はさっきのリーレを上手に言って、本当に死んでっ
ってしまうのかなこの人は、というようなイメージが湧くような歌い方をしていただきたいと思います。このモンテベルディという人はオペラというジャンルをもう作った最初の人、一番最初の人はヤコポペーリって言うんですけど、ダフネという、古い一番最初のオペラは何だと言われたらダフネなんですが、それはもう紛失されてて楽譜がありません。モンテベルディは、まあ、私たくさんのビデオを持ってますが、今も上演されているたくさんのビデオを作っていますし、ファンはたくさんいますね。400年前のオペラなのかと思うような斬新的な演出をしたり、まあ、それは、綺麗なメロディーがそのまま残っているからだと思います。まあ、皆さんも興味があったらモンテベルディのことをよく注意して調べてみて、この曲も余計深く歌えることができるかもしれません。ではお手本とまではいきませんが、歌ってみようかなと思います。言い忘れたことはないかなと今楽譜を見ていますが、先ほど R と L の違いは言いましたが忘れたことがあります。 B と V、V はやっぱしう点点は日本語にありませんがイタリア語にはあります。ですからエケボレーテをエケボレーテとは言わないように、エケボね、上の歯で下の唇を軽く噛んでウォっていうしていただきたいですね。この曲は最初にドレンテ、もう痛々しく苦しくっていう、記号がついてます。ですからやっぱりもうこのまま一人捨てられて置き去りにされて死んでいってしまう、私はどうしたらいいんだというその気持ちをやっぱり曲の中に入れないと全然雰囲気は出てきませんよ。なので一応歌ってみますね。伴奏を多少音をちょっと抜かしたようなところがありますけれども、皆さんも、音を一つずつ大事に大事に歌ってみてください。